全国平家会事務総局がある赤間神宮、平氏の表門、揚げ町。全国平家会は、平家の子孫、及び平家に、ゆかりのある個人、または団体を中心に組織される、日本の二二団体である。1975年に設立。平家の歴史や辞お及び平家の伝統文化の保持、検証、交流などを目的とする。 山口県下関市の赤間神宮社務所を事務総局として活動。同神宮は、平家ゆかりの地、壇の浦の近隣に位置する。平家伝承地騒乱は、安徳天皇820年延期、会設立30年を記念して2005年、同会により編集、出版された書籍。タイトル通り、日本各地の平家伝承地を騒乱する。半径は、 A5 版200ページ。主な内容は次の通り。赤間神宮は平家とゆかりが深く、境内には平家一門の墓もある。安徳天皇の命日にちなみ、毎年5月2日から5月4日に再行される赤間神宮の祭礼。1984年までは4月23日から4月25日に再行されていた。 下関市指定無形民族文化財。壇の浦の戦いの際、安徳天皇は受水、死去してはおらず、現時の目をくらませて落ち延びたとする伝説。福岡県の久留米、長崎県の津島など、日本各地で伝承されている。平家一門の墓特殊新術選定祭、魅了される、伝統行事、イベント下関観光コンベンション、協会公式サイト内のページ。 ありがとうございます。